共和国議会議事堂2005年ポルトガル議会選挙はポルトガル共和国の立法府である共和国議会を構成する議員を選出するため2005年2月20日に行われた選挙である。ジョルジェ・サンパイオ大統領が前年の12月10日に共和国議会を解散したことによって行われた 選挙でカーネーション革命後に発足した第三共和制では11回目の選挙となる。選挙の結果、経済不振で支持率が急落したサンタナロペス首相の与党、PSD が議席を大幅に減らし敗北した。これに代わって野党の PS が単独で過半数を確保する議席を得て勝利した。PS は選挙での勝利を受け、3月12日に PS のソクラテス書記長を首相とする内閣を発足させた。PSD と PS 以外の政党では CDSPP が議席を減らし CD が第3党になったほか前回3議席だった審査翼の政党連合である BE が議席を3倍近く伸ばして躍進する結果となった。国立国会図書館政治議会化憲法室、三輪和弘。 諸外国の会員の選挙制度資料マイナス、国立国会図書館、CLAIR リポートナンバー274、ポルトガルの地方自治自治体国際化協会。4から5ページ各政党の得票率は、有効得票と、白票、無効票を合計したものを100として計算したもので、ある。ポルトガル共産党と緑の党による、選挙連合。 名簿を提出したが議席を得ることができなかった、政党や候補者連合は6つ、世界年間2006共同通信社、561ページ、ポルトガル共和国の政治項目の解説より、ありがとうございます。